はいどうも、岐阜のイタミトリです。じゃあ今回続きやっていきましょう。パート9かな、多分。残り4人、この中からまた1人売却されるというの。次が最後の総会、やっと元の世界に帰れるのね。ここまで来たら最後まで勝たせてもらうよ。ということでね、まあ多分パート10ぐらいで終わるんじゃないかな。あと1回しか総会ないってことは。ようこそ第4階層へ。皆様、ゲームの準備はよろしいですか？今回は休憩なし？さっき総会が終わったばかりなのに？ほう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 、これが終わったらいくらでも休憩できますよ。なんせ皆様にとっては今回が最後の総会になるのでしょうからね。最後の総会、じゃあこれが終われば元の世界に返してくれるのね。もちろん約束は守りますとも。ふぅ、で今回は俺たちに何をさせるつもり？トラウマ克服ゲームです。トラウマ？はい、これから皆様には自らの精神世界へダイブしていただきます。そこで自分の一番辛い記憶と戦い、見事克服できればゲームクリア。皆様の価値はさらに高まることでしょう。逆に克服できなかったら？心がぶっ壊れても不思議ではありません。それほど精神的ダメージの大きいゲームなのです。なるほど、じゃあ今回は個人戦ってことだね。いいえ、そうではありません。先に自分の精神世界から脱出した人には他人の精神世界に入る権利が与えられます。他人の精神世界に入る？ええ、そうすれば相手を手助けすることも、心の傷をさらにえぐることも可能です。他人の心を好き放題やり放題できるなんて夢のようじゃありませんか。恐ろしいゲームね。自分の心に他人が入ってくるだなんて。他人に精神を壊されたくなければ誰よりも早く脱出しないとね。みんな、あんな奴の言葉に惑わされてはダメよ。ここにいるみんなは今まで一緒に困難を乗り越えてきた信用できる仲間なんだから、少なくとも私はそう信じているわ。どんな試練が待ち受けていようと、僕は必ず生き残ると約束したんだ。唐木さん、カジマさん、セントさん、ミツルさん、小春ちゃん、犠牲になったみんなのためにもこんなゲームで負けるわけにはいかない。あれやな、御嶽のこと許しとるんやな、みんな。それでは早速トラウマ克服ゲームを開始します。各自目の前のベッドに入ってください。ほう、寝るんか。お、いいね。信用できる仲間ね。御嶽さん？いや、そんな風に言われるのは初めてだからさ。ま、こんなのも悪くないかなって。少しは今までのことを反省する気になった？あはは、なわけないじゃん。俺は善人になる気なんてみじんもないよ。ただどうしてかな、普段なら他人に期待されると余計に裏切りたくなるんだけど、今回は不思議とそういう気分にはならないんだよね。てんてんてん。ちょっと改心しとくか。どうしたの、時枝さん。なんでもないわ。それよりも、海老原くんは自殺を考えるほど辛い過去を持っているんでしょ？そんな過去に負けちゃダメよ。自殺なんて私が絶対に許さないから。頑張ってみるよ。こう何度も何度も爽快が続いた上に、今度はトラウマ克服ゲームだなんて。もう何もかも諦めて逃げ出したくなっちゃうわ。ゆかりさん。わかってるわよ。逃げ出したくても逃げ出せないことぐらい。見てなさい。必ず最後まで生き残って世界一価値ある人生を送ってやるんだから。さあ寝るか。ここは僕のベッドだ。自分の精神世界に入るか。かなり怖いけどやるしかない。なんだ。急に意識が。白黒になった。ここは僕の学校？そうだ。僕はいつもいじめられていた。けど、そんな僕にも声をかけてくれる人がいたんだ。彼女の名前は、金沢、アスカ。おしゃれやな、アスカって。未来って書いてアスって読むのね。クラスは別だし、人気者の彼女が、どうして僕なんかに優しくしてくれるんだろう。僕は、不釣り合いだと分かっていながら、次第に彼女に恋心を抱き始めてしまっていたんだ。でも、僕が彼女と仲良くしているのを見たクラスメートは僕へのいじめをさらにエスカレートさせた。
てか高校生でしょこれ、太一くん。高校生でこんなにいじめられるのって珍しくね。ある日、僕はスマートフォンのフリマアプリに僕が出品されているのを見つけた。またいつもの悪ふざけだ。そう思ってアプリを閉じようとした時、出品者の名前が僕の目に入ってきた。このアカウント名は SNS で見覚えがある。もしかして、アスカさんの。飛ぶとい。こんなの僕の勘違いだと信じたかった。アスカさんがこんなことをするはずがない。でもすでに僕の心はボロボロで、彼女を問い詰める気力も残っていなかった。もし本当に彼女が犯人だったらと思うと怖くて、そんなことを考えたくもなかった。なるほどな。何も知らなければ傷つかない。何も知らないうちにこの世から消えよう。僕が死ねば彼女は悲しんでくれるかな。手伝ってあげるよ。誰だこれ。え、うわぁ。その瞬間、思いもよらない言葉が脳裏をよぎった。死にたくない。あ、アスカさん。本当かな。あれじゃねえの、あのなりすまししとる小春ちゃんじゃないかな。なんだこれ、なんだよこれは。アスカさんが僕を突き落とした。嘘だ、そんなはずはない。これは実際にあった出来事なのか。これ?おお、やった、あとった。そうだ、エベスさんが言っていたはずだ。ここで戦うのは自分の一番辛い記憶だと。僕が忘れてしまっていただけで、これは僕が実際に見た光景なんだ。じゃあ、僕をいじめていた犯人は。本当かな?そんな、嫌だ。そんなの認めたくない。だって、アスカさんが犯人だなんて一体何を根拠に。アカウント名?こんなん根拠になる?めっちゃ価値上がっとるやん。ていうか、ちょ、ウォレット買っとくか、最後。あ、自分のは買えないんか。フリマアプリのアカウント名、アスカさんが SNS で使う名前と同じだった。いや、そんなの軍勢かもしれない。たまたま同じアカウント名が。いい加減に認めろよ。アスカさんは僕を殺そうとしたんだぞ。だ、誰だ?僕はお前で、お前は僕だ。お前はアスカさんが犯人だと認めたくなくて、僕を記憶から消したんだ。まさかお前は、僕が忘れていた自分自身、間違えた、僕自身?思い出せよ、自分の辛い過去を。自殺しようとした時の気持ちを。死ねばすぐに楽になれる。爽快を勝ち抜く必要なんてないだろう。いやいやいや、これだ。必ず生き残ると。約束したんだ。自分の価値を下げるのか?それは違う。死んだみんなのためにも僕は絶対に生き残ると約束したんだ。生き残る?そんなことに意味なんてないよ。生きていたってまた辛い日々が続くだけじゃないか。僕には信用できる人間なんていないんだから。どんどん価値下がっていくよこれ。そんなことない。僕は今までいろんな人に助けられてきた。どんなに絶望的な状況でも味方になってくれる人はいるんだよ。お前は学校という小さな世界の出来事しか見えていなかっただけなんだ。そうなんだよな。学生のうちはその学校っていうその狭い世界しかないもんで、その自分の中に。だからその中で何かあった時に全て、その、なんて言うやろうな、まあ、要は価値観が狭いんやって。僕の視野が狭かった。悪いのは僕だっていうの。僕は死にたいほど辛かったんだ。その気持ちが嘘だとでも言いたいのか。死にたくないよ。ああ、嘘だ。僕は本当は死にたくなかった。嫌な現実から逃げ出したくて、仕方なく死を選んでしまっただけなんだ。だから僕はもう一度生きるために、お前という過去の記憶を消したんだよ。そうか。お前にとって僕はもう必要ないのか。嫌なことは全部忘れて、新しい人生を歩もうとしているんだね。でも僕はお前なんだよ。お前の中に僕はいるんだ。お前が生きている限り、僕という過去はお前の心を縛り続ける。いくら僕を否定したって、忘れようとしたって、お前は僕から逃げられないんだよ。なんだこいつは。いくら反論しても抑え込めない。僕はお前だ。お前は自分自身を否定しているんだ。僕を否定すればするほど、僕という存在は強固なものとなる。クソ、このままじゃ精神世界から脱出できない。思い出せよ、自分の辛い過去を。自殺しようとした時の気持ちを。死ねばすぐに楽になれる。爽快を勝ち抜く必要なんてないだろう。間違っとったんか今の。え、
何にも言わんけりゃいいんか、もしかして。うん、僕は自殺したいほど辛かった。その気持ちを押し殺してまで爽快を勝ち残る義務はないのかもしれない。その通りだよ、自分の気持ちに嘘をつく必要なんてない。生きていたってまた辛い日々が続くだけじゃないか。僕には信用できる人間なんていないんだから。うん、あの子供は僕にとっては信用できるのはアスカさんだけだった。そのアスカさんに裏切られたんだから、人間そのものに絶望しても仕方ないよね。でも本当はそのじゃなかったんだ。唐木さんは初対面の僕にも気さくに話しかけてくれた。梶間さんは口は悪いけど熱い心を持つ仲間思いな人だった。セントさんは自分を犠牲にしてでも他人を救おうとする優しい人だった。ミツルさんはお調子者だけど周りの気持ちを明るくできる人だった。もし彼らが生きていたら元の世界に帰っても友達になれたはずだ。小春ちゃんは？小春ちゃんはどうした？彼らとの出会いが僕の心を少しずつ変えていったんだよ。何が言いたいの？偉そうに僕に説教でもするつもり？僕は死にたいほど辛かったんだ。その気持ちは嘘だとでも言いたいのか？嘘なんかじゃない。お前は僕だ。僕自身の過去なんだ。辛くて死にたいと思った気持ちに嘘なんてなかったはずだ。じゃあどうして僕を記憶から消したんだ？死にたければ死ねばいいじゃないか。アスカさんに裏切られ人生に絶望し、何の後悔もなく死ねたはずだ。それなのにお前は僕を記憶から消した。死にたいと思った僕を否定したんだ。ごめん、僕が間違っていた。え？僕は階段から突き落とされた瞬間、死にたくないと思ってしまったんだ。お前を記憶から消してしまったのはそのせいだと思う。僕の悪い癖だよね。嫌な現実から逃げ出そうとするのは。でも本当は認めなきゃいけなかったんだ。アスカさんの裏切りも自分の気持ちも。僕を受け入れてくれるのか？うん、だってお前は僕だから過去に置き去りにするわけにはいかないよ。本当にいいのか？過去を受け入れたら僕はまた。大丈夫、もう自殺なんてしないよ。今なら自分の過去を認めてお前と一緒に新しい人生を歩むことができると思う。分かった、じゃあ僕もお前を認めることにするよ。お、和解した。歴史的和解やな。迎えに来てくれてありがとう。はっ、はっ、やばい、御嶽がおる。御嶽が隣におる。海原くん、おめでとうございます。見事トラウマを克服したようですね。ああ、惜しかったな。もう目覚めちゃったんだ。御嶽さん、ほっほっほ、彼は一足先にクリアしていたのですよ。これから海老原くんの精神世界に入ろうとしていたところです。怖いな。本当に残念だよ。君の内側を観察したかったんだけどな。その前に脱出できてよかったよ。おやおや、さらにもう一人精神世界から帰ってきたようですね。うわあ、よく寝たわ。私が一番乗りで、太一くんと御嶽がいるじゃない。チェー、先にクリアしたら太一くんの中身が見れると思ったのに。ゆかりさんまでやめてよ。あとは時枝さんだけですが、まだ目覚める気配がありませんね。もしかして自身の記憶に押しつぶされてしまったのでしょうか。まさかそんな、嘘よね。茜の心がそう簡単に壊れるわけ。ほっほっほ、心配なら確かめに行けばいいのです。皆様は時枝さんの精神世界に干渉することができるのですから。そうだ、みんなで時枝さんを助けよう。ててて、ゆかりさん、このまま茜を放っておけば私たちは確実に生き残れるわ。なんて今までなら考えてたところだけど、私が第3階層を生き残れたのは茜のお金、茜のお金じゃねえわ、茜のおかげだしね。恩をあだで返すわけにはいかないわ。うん、茜はさ、こんな俺のことも信用したんだよ。詐欺師の小春を倒すために何度も何度も俺を説得しに来たんだ。時枝さんが？普段の俺ならそんな話は相手にしない。でも彼女は感情を見せず淡々と事実と可能性を積み上げていったんだ。彼女は面白いよ。ここで殺すにはもったいない。茜を助けるつもりなら俺も協力してやるよ。ありがとう、御嶽さん。さあさあ、早くしないと手遅れになりますよ。精神世界に入る準備ができたら再び各自のベッドに入ってくださいね。行くぜ。ここが僕のベッドだな。
とゲイダさんの精神世界に入るか。ちょっと悪いような気がするけど、彼女を助けるためにはやるしかない。その通りやるしかない。よし、じゃあベッドに入るぜ。オッケー。うっ、また急に意識が。さあどうなるんだ。え、小学生かな。私の故郷は金儲けとは全く無縁のど田舎だった。町で唯一の学校は小中合わせて全校生徒6人しかおらず、少な。一番近い高校へ進学するにもバスで1時間かけて通う必要があった。なるほどな。私は周囲の誰もが認めるほど勉強のできる子だったため、担任は私に町を離れて寮に入り都会の進学校へ通うことを勧めた。俺はさすがに高校まで1時間はかからなかったな。君の成績なら都会の子にも負けない。担任の言葉は私の自信になっていった。正直に言うと故郷を離れるのは辛かった。でも私は泣かないと決めていた。私には目標があったからだ。いつか苦労して私を育ててくれた両親に楽をさせてあげるために、必死に勉強して立派に働いてたくさんお金を稼ぐんだ。私は都会の進学校でもトップクラスの成績を取り続けた。しかしいくら勉強ができても私はまだ高校生。学費や生活費を親に頼らざるを得ず、次第に焦りを感じ始めていた。いやいや別にいいじゃん。そんなある日、高校生なのにそんなお金のことめっちゃ考えるんやな。親に任せるよね普通。私は投資というものに出会った。未成年でも口座は開設できたし、今はパソコンやスマホで簡単に売買ができる。これなら勉強の合間にお金が稼げて自分のスキルアップにもつながる。私はトレードに没頭し、ようやくプロと呼べるレベルになってきた頃、両親からたまには帰ってきなさいという一本の電話があった。都会で頑張る娘の邪魔をしたくないが、久々に顔が見たくなったというのだ。私は嬉しかった。ようやく両親に恩返しができる。投資で稼げるようになったことを報告して、両親に感謝の気持ちを伝えるんだ。私は心を躍らせながら特急列車に乗り込み、故郷の町へと舞い戻った。しかし、実家に戻った私を待ち受けていたのは残酷な現実だった。ほう。私を待っていたはずの両親は自宅で首を吊って自殺していた。なんで？私に一枚のメモだけ残して。なんでや？殺された説やな、俺の中では。今のが、時枝さんの記憶？ポンポン。ああ、聞こえますか。感傷に浸っているところ申し訳ありません。皆様が精神世界でもたもたしている間に、爽快が始まる時間となってしまいました。このままでは皆様が目覚める前にタイムリミットが来てしまいますので。この場で第4階層能力差障害を、マジで？今から始まるの？動画の切るタイミングがわかんねえ、これ。武井田さんを助けるのはいいですが、ご自身の価値も忘れないでくださいね。総会のルールは今までと同じ、最下位の人を売却なのですから。それくらい分かってるよ。今までの総会と同じということは、発言を間違えたり無視はできないわね。気になる発言は無視せず積極的に反応していこう。お、メタなこと言うな。それでは総会を開始します。能力誘う開始。やべ、始まっちゃったよ。てんてんてん、なんか顔がすごいしょぼーんってしとるな。時枝さん、大丈夫？僕の声が聞こえる？てんてんてん。何？あかね、どうしちゃったの？てんてんてん。こりゃ、人を殺した人間の目だね。え？そうよ。私は両親を殺したの。自殺だろ！それは違うよ。だって、ご両親の死因は自殺だったはずだ。私が殺したの。愛する両親を私が。茜は心を閉ざしちゃってるね。詳細を聞き出すのは難しいかな。それならまずは僕たちが時枝さんの記憶を明らかにしよう。ほう。ご両親の死の手がかり、確かご両親は何かを残していたわよね。メモか。時枝さん、ご両親が残したメモには何が書かれていたの？
私を残していくことに対する謝罪と、実は多額の借金をしていたこと、それから生命保険会社の連絡先を。なるほどね。自殺の理由が見えてきたんじゃない？え、どういうこと？ああ、君たちは高校生だからまだよくわからないかもしれないけど、人の死と引き換えに金が手に入る仕組みが俺たちの世界にはあるんだよ。生命保険な。自殺でも生命保険入るんか？それって生命保険のこと？うん、つまり両親は茜に多額の保険金を残そうとしたってことだよね。ちょっと待ってよ、現金で俺と同じこと言っとる。ゆかり、自殺でも受け取れるの？基本的には受け取れるらしいね。今回の場合は難しいかもしれないけど。難しいってどうして？両親が残したメモから推察すると、この自殺は明らかに保険金目当て。保険会社も簡単には承認しないじゃないかな。保険金目当ての自殺、ご両親は何のためにそんな大金を？多額の借金。ご両親は多額の借金をしていたみたいだ。だからそれを返済するために、都会で頑張る時枝さんに借金を背負わせないために自殺したんだよ。なるほど、優しいご両親だったのね。でもそれが分かっただけじゃまだ何も解決しないよ。だって茜は言ってたよね、両親の死は自殺じゃないって。私が殺した。そうか、時枝さんが私が殺したというからには、保険金目当ての自殺というだけでは片付けられない理由があるはずなんだ。茜の行動と両親の死、そこには何かつながりがありそうだね。ご両親と離れて暮らしていた時に茜がしていた行動といえば投資やな。もしかして投資？やめて、私に過去を思い出させないで。ふーん、図星みたいだ。じゃあ本当に茜の投資が原因でご両親は自殺に追い込まれたの？いや、もう思い出したくないの。いや、でも思い出してもらうよ。もうのんびりしてる時間はないんだ。トラウマを克服するには過去と向き合わないといけないからね。茜、怖いと思うけど頑張って。私たちはあなたの味方だから。時枝さん、過去に何があったのかちゃんと思い出してほしいんだ。てん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 。私は投資を始めてすぐより多くの金を稼ぐために、当時地方で流行していた詐欺グループの仕掛けるして株に目をつけたの。して株って何？巨額の資金で意図的に価値を操る、相場操縦に利用される株式のことだね。見たけって頭いいんかな。脱法、違法まがいの行為やインサイダー取引も横行してるっていうわ。私は中途半端な正義感から詐欺師を出し抜いて株を大暴落させた。おかげで私は大金を手に入れ、詐欺グループは解散。でも実は私の両親は詐欺師に騙されて借金をしてまで、なるほどな、その株式に金をつぎ込んでいたのよ。私のために金を稼ぐんだって近所の知人にそそのかされて、私はそんなことも知らずに両親を自殺に追い込んでしまった。それは時枝さんのせいじゃないよ。そうよ、茜がやらなくても詐欺師がやろうとしてたことなんでしょ。ゆかり、それ何のフォローにもなってない。あ、キリメさんの言う通り、私は詐欺師と同じなの。誰かが得をすれば誰かは損をする。私は金を稼げば稼ぐほど人が死ぬ。私は今まで何人殺してしまったんだろう。どうしよう、なんて言えば茜を助けられるの。ちょっと滑舌がやばくなってきた。僕だってわからない。美竹さん、何か言ってあげてよ。簡単なことだよ。過去の自分を受け入れればいいんだ。つまり自分が殺人鬼だって認めちゃえばいいんじゃないの。こら、美竹。だってそれしかないっしょ。美竹さん、ごめんなさい。私はあなたと同じにはなれないの。てんてんてん。さて、そろそろ結果発表といきましょうか。
ま、待ってくれ。まだ茜さんが。ほうほうほう。私に同情なんて期待しないでください。彼女の過去はまさに自業自得。自身の才能を過信した代償なのです。くっ！ほうほうほう。それでは、いよいよ結果発表です。早えな。皆様、命の売買をしたければ、これが最後のチャンスです。3、2、1。終了時間切れです。今回の再会は時枝茜さん、結局間に合いませんでしたね。くっ！海老原くん、海老原くんは絶対に自殺なんてしないでね。もう私のせいで自殺する人は見たくないの。時枝さん！ほっほっほ、それではお持ち金の売却タイム。金儲けが大好きな投資家さん、この方を連れて行っちゃってくださいませませ。マジで？これマンダラスボス戦がありそうやな。次はエベスさんとのバトルがありそうな予感。お、あれ、死の、死んだ無残な姿が発見されてないで、これもしかして生きとるかもしれんな。おおお、時枝さんのご両親はバカですね。安っぽい詐欺に引っかかって、娘にトラウマを受け付けた、間違えた、植え付けただけではなく、命まで奪ってしまったのですから。黙れ！時枝さんのご両親は最後まで彼女のことを思っていたんだ。詐欺師というのは、人の善意を巧みに利用します。簡単に儲かる方法を教わった友達にも教えてあげたい。そして誰もが知らないうちに詐欺に加担させられてしまうのです。娘のためだったなんてのは何の言い訳にもなりません。騙される奴が悪いのです。俺もなんか高校の同級生にな、なんかすげえ怪しいの言われたんだよね一回。あれどうすんのやな今。バカはあなたの方でしょ。騙す方が悪いに決まってるじゃない。ああこいつに正論なんて無駄。金のことしか考えてないんだから。そういうことです。画面の前にいる皆様も詐欺には十分に気をつけましょうね。わかりました。ふざけるな。お前のせいで時枝さんは。まあまあ彼女のことは忘れましょう。そんなことよりもおめでとうございます。皆様は第4階層を勝ち残りました。これでやっと元の世界に帰ることができますね。元の世界に帰れる？そっか、今のが最後の総会。意外とあっけない幕切れだったね。私はここまで来た皆様を価値ある人間だと認めましょう。第5階層に上がってきてください。そこで皆様をお待ちしています。なるほどな。第5階層ね、待っているか。いよいよ本人とご対面かな。僕は梶間さんと約束したんだ。あいつに会ったら殴ってやるって。一発だけでもいい。必ずみんなの恨みを晴らしてやる。おー、かっこいいね。じゃあ俺も混ざろうかな。あの二人とも熱くなってるところ申し訳ないけど、あごめん、ゆかりさんには迷惑かけないように。そうじゃなくてちょっと気になることがあるのよ。気になること？死んだ人の価値はゼロ。ウォレットにも表示されないはずよね。でも茜のチャートはまだ表示されてる。価値もまだ。マジで？ほらやっぱ俺の言う通りやろ。もう死体が発見されてないからもう生きとる。そう生きとるよね。やっぱもしかして時枝さん生きてる。ああいうなんかうん、もうそういうもんなんだよ。そういうもんなんだって、うん、彼女は金を稼ぐ天才だからね。投資家も彼女を殺してしまうより利用した方が得だと思ったのかな。じゃあ茜は今も投資家の下でずっと金を稼がされてるってこと？時枝さん、本当はもうこんなことはしたくないはずなのに。助けに行こう。助けるってどうやって？わからない。けど助けたいんだ。みんなも協力してほしい。てんてんてん。だったら僕一人でも。行くに決まってるでしょ。太一くんが行くなら私も一緒に行く。茜を助けるって決めたして。俺も最後まで付き合うよ。ありがとう。そうと決まれば、エベスさんに直談判ね。おう、ここで終わりか。なるほどな。きっと次回最終回になると思います。では、お疲れ様です。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。
そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあありがとうございました。失礼します。